まあそれをね痕跡でちょっと置いていったりとか あれねあれなんかよくやるなんかいる見えますか奥の方にほらちょっとゴソゴソしてるでしょいますよあえて痕跡を落としてるんですうわこれこれほら気づかれてないですね痕跡落としてたのか落としてんちゃうかな落としてないかなあの辺の足跡とかそうですねそれじゃないあったまだ気づいてない、うんまだ気づいてないやばいやばいしびれやばいやばい間違えてもう怒るよりやってなんかやってるはい落としましたね痕跡はい痕跡落とすんですほら全然気づかないですねあれ後ろ向いてるからですね後ろにいるから、はい、自分前だったらもう即やられてますはいなのでモンスターがその自分の行動で痕跡を落としていってるんで本当になのであの痕跡を追いかけてるだけでも意外と追いつきますね翼を、はいさあ、 あ、ついに前方に出てきましたね、マンサーやばい、でかいでかいでかいうわはい、まあ、このモンスターの大きな特徴はまあ皆さんも見てわかると思うんですけど全身にあるトゲですはい、はい、トゲが非常に、まあ厄介な代物でして、まあ、基本はこういう感じで、すごいどんどん来る武闘派なモンスターなんですけど、はい、すごいこのキャラって再生能力が高いんですねで V とかがちょっと傷ついたりとかするとすごい勢いで再生するんですで再生するとトゲが伸びてこう攻撃力が上がってくるって今首周りちょっと白いトゲが伸びてると思うんですが、はい、この状態がもうすでにトゲが強化されてて攻撃するたびにこうトゲが飛んでいったりとか攻撃力が上がったりとしますなんでそこに入ったんですかなので、この状態非常に危ないんですけど、はい、おー壊したあー崩されたあ、あれ実はこの装飾モンスターたち危ないんでみんなで防御 の陣形をもう変なこと言うからですよもうちょっとやりましょう強い強い強いもうちょっとまだ説明仲間だったすいません、はい、そうトゲが白いうちはですね攻撃力、まあ、トゲ飛ばしてきたりとか攻撃力も高いんですけど、はいその分 V も柔らかいので、うん、まだ白いうちはチャンスはチャンスだチャンスはチャンス行かなきゃいけない時というか、はい、でむしろ、プレイヤーはその白いトゲを壊していきたいんですじゃないとより悪まずい状態になっていくんで、うん、もうでも帰ったらまずい状態になってんじゃないなってると思いますねカチカチになってると思います、ね、食べながら歩いてるんですかあはい今まではこう肉とかも全部ね止まって食べてたんですけど走りながら肉も食べれますし便利、まあ回復とかも移動しながらできますはいいるかないたいるいるほらもう真っ黒ですねで白いのが黒くなるとこれがやばいんです一番硬いし強いしっていう状態になっちゃうんで黒くなってますめちゃくちゃはいはいでプレイヤーがやっぱり攻撃しても、V は傷つくので、はい、もちろん強化されますしこいつ自分の攻撃でも勝手に傷ついていくのでなのでほっといてもやっぱどんどん強くなっちゃうっていうのがあって、なるべくその V 破壊をこうコントロールしていきたいっていうモンスターですね、うん、はいさあここから巻き返せるんでしょうかね強いっていうのは伝わってますよ、そこがメインだなと僕がね、いらんことをやってって言っちゃったのがまずかったまあでもガンナーは本当に深追いしなければ距離が出るんでそうですね、あとこのね接地榴弾っていうこの地雷みたいな弾をですね、はい、ライトボーガン撃てるんですけどこのネルケガンっていうのは攻撃でも起爆できるんで、はいはい、こういういろんな攻撃範囲が広いモンスターについては結構これが有効だったりしますね。そうですね、はい、でライトボウガンどうしても火力不足なところもあるんで、そうですね、ああいうのを使ってちょっとダメージ取っていったりあとのけぞり誘発させたりするっていうあれ仲間のハンターの攻撃でも起爆するんで、はい、まあみんなで協力してああいうのを打ち込むと結構火力が伸びていきます今左の肩が白くなったかななってますね左の肩あ白くなってますねなってるでしょあれほっといたらまたやばいんですよなの で、この状態でここに攻撃を集中していきたいんですがいきたいんですがいけるかないけるかないけるかな危ない危ないよあ左右手もなっちゃう危ないよとあうわナイス どうなったかなナイスどうなったんだろうどうなったんだろう
行けたかな。あ、左まだかな。うわ、おとげ飛ばしまきましたね。お供がお供がもうお供が、お供狙われてますね今。よかった今、あ、魚が出てきた。驚いちゃいますよね。驚いちゃいますよ。怒ってますね。もうここちょっと水辺で危ないんで、うん、あ、はいはい、連れてきます。はい、ほう、ちょっと誘導するそうです。さあ、今から見てるという方もモンスターハンターワールドのメインモンスターを今実機でプレイしてます。よかったら写真とかも撮れるのでぜひ見ててください。そうか、今からね見た方もいるかも、はい、発売前なんでね。わー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 、狭い狭い、あー、うわー、やばいんじゃない、やばいやばい、危ない。しかしですね、こういう時はなんかしてるのかしら、奥で。あ、切れてない、やば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 い、切れてない、切れてない、切れてない、やばい、やばい、切れてない、切れてない、やばい、やばい、危ない、危ない、あ、切れた、オッケー、不動、不動の装備ですね。はいはい、音が回復してくれました。はい、のけぞらえをのけぞらなくなるので、あの攻撃受けてものけぞりしにくくなるので、まあ攻撃に集中できる装備ですね。はい、あんな感じで、まあ、一定時間これが有効です、ね、有効です。今ほぼ全身の部位が黒いトゲに覆われて近かってますね、はい、もう少しかな、はい、もうちょっとかな、まあ、この状態になるとさらにやばいんで、はい、気をつけたいとこなんですけど、やっぱりなっちゃいますね。まあ逆にちょっとよっ、おー、いけた。今右肩が白くなってますよね。そうですね、はい、そこをね壊したいんですけど壊せないかもな、これこれは無理そうだな。ただ、まあ、全身、お、いけましたね、いけましたね、さっき、はい、設置した起爆榴弾で壊れましたね、はいはい、まあ、ああやって本当は部位をねしっかりあのコントロールしていくっていうのが、まあ、このモンスターの、まあ、攻略というかですね。最後ね、多分この全部の部位が、黒く、トゲが長い状態になるとですね、こいつの、まあ、必殺技みたいなのもやってくるんで、せめてちょっとそれをお見せしたいなと思ってるんですけども、やるかな。疲れましたねこいつ。お、疲れた。これは意外と巻き返している。お、よいしょ、やってくれそう。どうなんですか。どうでしょう、もう少しかな。もう少しじゃあ見てみましょう。総意の効果時間も切れてしまったんで、むしろ僕がやられる可能性も。設置榴弾あんな感じで仕掛けておくと結構役に立ちますよね。はい、今日はもうあの皆さんに使用していただける整理券がすでに配布終了になっているので、ぜひゲーム画面見てっていただきたいと思います。そうですね、そうですね、ぜひあのこういうゲーム画面だけでも結構今回たっぷりお見せしてますんで、あ、やばいかなこれ、はい、だい、やだめ、やるかな、無理、飲んでるかな、やるかな、もう逃げ回るしか。あ、結構じゃあ賞賛はっていうところで。あ、でもね、もう少しだけ見ておきましょう。来るかな、もう少しだけ、もう少しだけ、はい、もう少し、もう少しこのメインモンスターを眺めておきましょう。やり方をちょっと壊してしまったんでね、それが、お、来た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 、これです、ドガーンっていうのが、うわー、壊していったね、いろんなもの。そうやると自分でトゲも破壊してリセットされて、元、もう一回最初からの状態でスタートになるという。いいね、まあ、はい、という感じで、これがあの、はい、今回のモンスターハンターワールドのメインモンスターのね、Red when we're in combat and they hide, but this blue color is really, it lets us know that, hey, watch out, there is a powerful monster in the area. And here he is. So, Nergigante, oh, it's this guy is no joke. Look at this guy. Jeez, look at all the spikes. So yeah, that blue is just letting us know that, hey, you're in for some trouble. Okay. Jeez. That's just powerful, seeing that from the front. Oh, there. That's hardcore. So, Nergigante is a super aggressive monster. Okay. He looks like it. And honestly, I mean, as good as Tokuda-san is at this game, he's showing up with some beginning level equipment. Oh, okay, okay. So, I don't... It's probably out of his league. I said it, I'm sorry. Tokuda-san, I love you, but... Tokuda-san's explaining that. So for this guy, you can attack the different parts of his body to break them, but he also breaks them
as he attacks you. His attacks are just so powerful that he starts breaking off different pieces of his body. So you see those spikes that are white right now? Yeah, yeah, yeah. That means those are like young spikes. They just started coming in. Either they have been broken recently by him or by someone attacking him. Okay, okay. And so what happens is those are going to grow back. Okay. And then if they're left, they're going to turn black and black. Like blacker and blacker, and then just get hard and turn into this spiky armor that's going to protect Nurigante all over. All right, so you'll want to try to break those spikes while they're white. So, yeah, you see on the right front leg there, all the spikes are broken off, which is good. That's what we want, because if he starts growing those spikes, and they're just sprouting back. Oh, God. Oh. Okay. They're already back on that front right leg, if you look close at it. Oh, man. So look at that. Nurigante regenerates fast. So as Fujioka-san's laying it down for us, break him, man. You really want to focus and make on the left sure leg. Look, they're already black. They're already black. Oh god, that's hardcore. And so once they get hard like that, you're gonna start bouncing off, and it's gonna be a lot harder to do damage to him. So you really have to manage it. Oh, trying with the paratoad. Oh, nice. Nice. Oh, they got him. Nice. Go get him. Once again, using that environment. Go break those horns. But see how in the front how he's bouncing off on him. Oh man, because they're already too tough. They're already, but the white ones, the young spikes, fresh regeneration spikes, we can still break those. All right, nice. Now go get him. Now's your chance, dude. Oh, he's going demon mode. So yeah, as Fujioka-san's saying, it's going to be really important to try and manage those spikes on Nurigante. Okay, cool. Man, try and keep those in a weak state so he doesn't get stronger, because he's one of those monsters. If you leave him alone, he's just going to get more powerful. Okay. All right, so you want to be aggressive. So he's aggressive, and he's making you aggressive. Okay, wow. All right, so Togo-san says he's going to try and lead Nurigante to a different area. Maybe he's going to use the environment somewhere else. It looks like those attacks are really going to hurt. Yeah. Get out of there, Togedesan. Okay, so you see he's breaking those spikes when he... Oh! No way. Run away. See, look, that was one hit. Oh, man. He's out of his league. He's I'm not going to really take too many hits like that. Dodge. Okay. Although he's not, he must be showing off to an extent, because he's not really trying to attack the monster at all. Dude, and he is the director of the game, right? Well, I mean, like you said, I think he's trying to lead Nurigante. Like in previous gameplays, he leads monsters to these different areas to use the environment, like traps and stuff like that. So that's going to be a really important part of Monster Hunter World. Oh, come on. All right, well.